1891年建設されたロンドンのパレスシアターウェストエンドシアターはロンドンのウェストエンド周辺の大規模な劇場地区を指す用語である。ニューヨークのブロードウェイシアターと並び、英語圏では商業演劇で最高峰のレベルにあると考えられている。ウェストエンドでの観劇はロンドンを訪れる観光客にとってポピュラーな観光目的となっている。 2013年にはチケットの売上高が1440万ポンドに達し、英語圏で最も多くの聴衆を集める場所となった。著名な映画俳優、イギリス国内外の俳優らもしばしばロンドンの舞台に登場している。ロンドンにおける劇場文化が花開いたのはイギリスの宗教改革後のことである。1576年、シアターアザと呼ばれる。 最初の常設の公衆劇場が小ッ地地区にジェームズ・バーベージによって建設された。その後間もなくしてカーテン座が完成。いずれの劇場もウィリアム・シェイクスピアの劇団が使用したことで知られている。1599年、シアター座は解体され、そこから得られた建材を使用して、シティ自治体の権限の及ばない新たな劇場地区であるサザークにグローブ座が建築された。 1642年、これらの劇場はピューリタンにより閉鎖され、彼らの影響により1649年多い空域期間が訪れる。1660年の王政復興後、デュークスカンパニー及びキングスカンパニーの2つの劇団が公演を行う許可を得る。公演は、ライルテニスコート劇場など、元来別の用途で用いられていた建物を劇場に転用した場所で行われていた。 最初のウェストエンドの劇場は、トマス・キリグルー設計による、ブリッジズ・ストリートのシアターロイヤルとして知られる、建物で、現在ドルリー・レーン王立劇場のある場所に、建設された。1663年5月7日に開館するが、9年後に火災で消失したため、クリストファー・レン設計により、新たに建築され、ドルリー・レーン王立劇場と改称された。ウェストエンドの外側では、 イズリントンにサドラーズウェルズ劇場が1683年6月3日オープンする。この名称は設立者であるリチャード・サドラーの名前とこの土地から総員の泉が発見されたことにちなんで付けられたものである。演劇上演を行う許可を与えられていなかったことからオペラの公演を行うミュージックハウスとして運営されていた。ウェストエンドでは 1720年12月29日、ヘイマーケットシアターが、現在の所在地より少し北側の位置に開館する。1732年12月7日、コベントガーデンにロイヤルオペラハウス開館。直居劇場である2つのカンパニーは、演劇上演を独占的に行う権限を19世紀まで保持し、その他の劇団は、音楽のショー以外上演できなかった。 もっとも19世紀初頭までにミュージックホールのショーが人気となり、出演者たちは非直虚劇場にとってメロドラマのジャンルが規制の抜け穴になることに気づいた。メロドラマは音楽を伴うものであったため、特許法に違反しなかったのである。これらのショーは当初パブに付属した大きなホールで行われていたが、次第にショーディッチのイーストエンドやホワイトチャペルに専用劇場が建設され始めた。 たくさんの小規模な劇場やホールが開館するにつれ、ウェストエンドの劇場地区はその名を高めていった。1806年11月17日ストランドにアデルフィシアターが、1818 18年5月11日ウォータールーロードにオールドビックシアターが開館する。1843年劇場法によって劇の上演の条件が緩和され、これによって、 ウェストエンドの劇場地区はさらに拡大し、1870年4月16日には、ストランドにボードビルシアターがオープンする。それから数十年の間に、ウェストエンドには、数多くの劇場が建設されることになる。1874年3月21日、ピカデリーサーカスにクライテリオンシアターが、開館。1881年には、さらに2つの劇場が登場する。 10月10日ストランドに開館したのはサボイシアターで特にギルバートサリバンのコミックオペラを上演するためにリチャード・ドイリー・カートによって建設された。その5日後レスター・スクウェアのパントン・ストリートにコメディシアターがロイヤル・コメディシアターとして開館する。その3年後に名称が短縮されてコメディシアターと呼ばれるようになった。この劇場建設ブームは 第一次世界大戦まで続く。1950年から1960年代には、自重聴曲による検閲を回避するため、多くの劇が演劇クラブを通じて制作された。1968年劇場法によって、イギリスにおける舞台の検閲はようやく廃止された。ディズニーのライオンキングが上演されている、ライシーアム劇場ロンドンにおける、 メインの劇場地区に属する建物は、およそ40に上り、ウェストエンドの中心周辺に位置している。伝統的には、南端がストランド、北端がオックスフォードストリート、西端がリージェントストリート、東端がキングスウェイとされているが、厳密にはこの地域から外れる場所に所在する周辺の劇場にも、ウェストエンドとされるものはいくつかある。著名な劇場通りとしては、 ドルリーレーン、シャフツベリーアベニュー、ストランドがある。上演されているのは、主にミュージカル、古典及び近代の戯曲、コメディのパフォーマンスである。ウェストエンドにある劇場の多くは、後期ビクトリア様式またはエドワーディアン様式の建築で、私有のものである。その多くが、建築的に優れ、壮大な新古典主義様式、ロマネスク様式、ビクトリア様式のファサード、 豪華かつ細部まで趣向を凝らしたデザインと装飾とが最大かつ最良の形で残されている。しかし古い建物であることから足元が狭苦しいバーやトイレのような設備が近代の劇場と比べてはるかに小さいといったことがしばしばある。建物が保存対象になっており立地が狭い都心で財政的にも制約があることから 快適さを上げるための大規模な工事を行うことが非常に困難になっている。2003年、シアターズトラストは今後15年のうちに近代化のため2億5000万ポンドが必要になると見積もった。そして、これらの劇場の客席のうち60%についてステージが完全には見えない席であると発表した。劇場のオーナーたちは工事のコストを賄うために 税金の減免を求めたが、認められなかった。2004年以降、漆喰の白磁による事故や、緊急の工事の必要が生じたことによる公演の中止が発生しており、2013年12月には、アポロシアターで、天井が崩落する事故に至った。当初起きていた事故では負傷者が出たものは一件しか、 なかったが、アポロシアターの事故では76人が負傷によって医学的な治療を受けることを余儀なくされた。2012年には、総売上高が5億2978万7692ポンドで、前年比0.27%増加、観客動員数が1399万2773人で、前年比0.56%の増加となった。 2013年には、売上高が11%増加し5億8550万6455ポンド、集客数も増加し1458万7276人となった。これは、公演数が前年比でわずかに減少している中での数字である。世界最長のロングラン記録を持つ、ネズミトリの本拠地、セントマーティンズシアターウエストエンドで行われる、 ショーの上演期間は、そのチケットの売り上げによって決まる。ウェストエンド史上最長のロングラン記録を持つミュージカルは、レ・ミゼラブルで2002年にクローズした上演年数21年、公演回数8949回のアンドリュー・ロイド・ウェバー作、キャッツが持っていた記録を2006年10月8日に抜いた。その他に、続いて、キャッツの記録を抜いたロイド・ウェバー作、 オペラ座の怪人や、ウィリー・ラッセル作、ブラッド・ブラザーズといったロングラン作品がある。もっとも世界最長のロングラン記録を持つのはミュージカルではなくアガサ・クリスティ作の演劇、ネズミトリであり、1952年から上演が続けられている。オールドビッグシアター外観、ウェスト・エンド・シアターという用語は特に劇場地区の商業的プロダクションを指すものとして、 一般的に使用されている。もっとも、ロンドンの優れた、非商業的な公演を行う劇場は、芸術的に高い評価を受けている。そのような劇場には、ロイヤルナショナルシアター、バービカンセンター、シェイクスピアーズグローブ、オールド・ビッグシアター、リージェンツ・パーク野外劇場などがある。これらの劇場では、純粋な演劇、シェイクスピア等の古典演劇、 新進気鋭の脚本家の新作といった公演を多く行っている。飛翔業劇場で成功を収めた作品は時にウェストエンドに場所を移し延長して上演されることがある。ロイヤルオペラハウスはパリオペラザ・ガルニエグー、スカラザ、メトロポリタン歌劇場と肩を並べる世界でも一流のオペラハウスとして広く認められている。その所在地からコベントガーデンという通称で知られている。 ロイヤルオペラ、ロイヤルバレエ団、公共楽団の本拠地となっており、世界中からオペラ、バレエの客演者やカンパニーを招聘して、公演を実施している。同様に、ロンドンコロシアムは、イングリッシュナショナルオペラの本拠地となっている。イングリッシュナショナルバレエもこの劇場をロンドンにおける拠点としており、ツアーに出ていない時は、ここでシーズン中の通常の公演を行っている。 ピーコックシアターは劇場地区の外れに位置している。現在はロンドンスクール・オブ・エコノミクスが所有者となっており、サドラーズ・ウェルズ劇場が変わってダンスの遊べといった催しをここで行っている。ロンドンではウェストエンドの外でも数多くの劇場公演が行われている。その多くはフリンジシアターとして知られる。 ニューヨークにおけるオフブロードウェイやオフオフブロードウェイに相当するものである。その中にはブッシュシアターやドンマーウェアハウスといった劇場がある。このような衝撃場には設備がきちんと整ったものからパブの上階の部屋といったものまである。そこで上演されているのも古典演劇からキャバレーやマイノリティを対象とした言語で演じられる作品まで多様であり出演者の範囲も 頭角を表しつつある若手のプロからアマチュアまで様々である。クレーターロンドンうちには、ディリックシアター、ローズシアター、ニュー、ウィンブルドンシアター、ウェストミンスターのルドルフ・シュタイナーシアター、クロイドンのアシュクルフトシアター、サットンのセクームシアター、ブロムリーのチャーチルシアターなどがある。ロンドンの劇場で卓越した業績を上げたものに、対して与えられる賞として、 以下のようなものがある。ありがとうございます。